このチャートは上がりますか下がりますか。知るかよ。どういうことこれ何、はい、皆さんこんにちは。 CXR 投資チャンネルへようこそ。ひろみです。山中です。はい、今日のゲストは、はい、はい、FX 生まれです。はい、コマさんいらっしゃってます。当コンテンツはトレーディングシステムを開発している、CXR エンジニアリングが番組を制作しています。はい、本日のお題は何だっけ。ゲーム、プロの投資家なら答えられるクイズを行いたいと思います。はい、拍手。30問クイズがありまして、はい、まあ、いわゆるアタック25形式で答えられた人はマスを寝ていく、はい、オセロのように取っていく、1から25、はい、はい、で一応問題が30問あるので5つまで間違えてもいいと。はい、早押し形式。いや、これビンゴみたいになんか4つか5つ並べればいい。やっていきます。最初に取った人が13番を取るんですけど、オセロ形式、ね、オセロ形式ですね。はい、はい、はい、行きましょう。1回間違えると休みになります。あ、そうなんだ。はい、問題で、問題は回答時間早押しで30秒ありますので、誰かが答え間違えたらその問題はなしってことなの。30秒間あるので、その人が次の人を回答するまで1回お休みです。はい、正解数が多くなくてもオセロの技術で勝つこともあるってことですね。できます。そういうことだよね。必ずしも正解すればね。そういうことです。オセロになってんのこれ。そんな感じ。挟むんだ。挟んだら自分の色になる。挟むように切ってる。それは楽しいね。そうですね。はい、はい、最初だけね、写真を出しますね。はい、はい、第1問、はい、今年非常に話題になりました、アルケゴスキャピタルマネジメントなんですけど、はい、その、はい、まあ代表ですね、ビルファンというおっちゃんがいます。はい、それは誰でしょうか。4択です。ちょっと待って、はい、あ、ヒロピーさん、はい、ああ押した。ヒロピーさん C 正解です。あ、今一瞬悩んだわ。はい、とはこんな感じの問題が続いていきます。はい、じゃあヒロピーさん13番ですね。いや、はい、いや、いいとこですね、これは。ど真ん中。第1問目からかなり難問でしたね。じっくり見ちゃダメだね。次からも、あの、その投資家のクイズですね。はい、世界三大投資家というのがいますが、はい、ウォーレン・バフェット、はい、ジョージ・ソロス、あとジム・ロシアス。正解です。あと一人は誰、はい、という問題でしたけど、早い、これは早い。いや、もうそれしかねえだろうみたいな。簡単ですね、皆さんにはね。何番ですか。じゃあ、19で。飛ばしたらダメなんですね。はい、で、山田さんに7と25取られたら全部やられるわけだ。あ、ほんまやね。そこそこ。むしろ次が大事なんだ。3問目が。3問目大事だね、これ。しまった。じゃあ14ぐらいにしとけばよかったんだ。そうかもしれない。いやだ。でもそしても15置かれたらっていうね。はい、第2問いきます。はい。FX に関する問題ですね。はい、現在ドル円は110円ぐらい推移していますが、プラザ合意以降のドル円の最安値はいくら？山中さんですね、今のは。それどのぐらい、ざっくりでいいの？10銭以内でお答えください。それは無理やわ。いや、最安値ですから皆さんきっと思ってると思います。いや、ちょっと待って、これは合意後の最安値。74円62銭。あー、違います。違うか。いや、僕行きましょうか。まさに72円じゃないですかね。違います。74円か。はい、はい、ひろみさん、76円の40銭ぐらい。違います。あ、違うんだ。あと20秒あります。全員でも、ちょっと待って。じゃあね74円当選。違います。じゃあ分かんないな。あと10秒。74円の200。違います。違うの。ラストかな。はい、はい、僕しかないもんね。75円の60銭ぐらい。ああ、正解です。おぉ。業者によるんですけど、75円の50銭、60銭で。よかった。山中さんがちょうど1円ずれてます。そう、75円で割ってなかったって覚えてて、76か、76のさっき何て言ったっけ ?80 って言ったっけ。でしょ。で、じゃあ1円違ったかなみたいな。全然でもね、でも77円だったかなみたいな。そう、だからね、4、50銭は覚えてんのよ。でもそっちの分母の方が分かんない。なんだかんだ、ね、72円ぐらい思ってました。これ25取られちゃいました。25 25ほぼ勝ち目ないやん。盛り上がるね。強い。第3問の仮想通貨です。
ビットコインが発行された日、いわゆるまあジェネシスブロックができた日はいつ、はい、全然分からない。絶対分からへんもんな。2009年の 1月4日。そうですね、1月4日もまあ正解でしょう。はい。はい、まあ、3日にか4日ですね。アメリカ時間だったんだろうな。はい。やばい、ヒロビーさんしか正解しないな。すごいな。どこですか、ね、この辺の問題は無理や、俺。じゃあ7 7番これもう無理やん。次取られて終わりでしょ。罪はあの返せないけど相手は取れるかもしれないからね。そういうオセロチキだからね。今のうちに飛ばしといてもらって、うん、第4問株式に関する、ね、ああちょっと無理だな。 IT バブルの際に、うん、グローバルで時価総額が最大だった企業はどこ。えちょっと待って、ちょっと待って IT バブルの時ね、はい、まあ要するに99年2000年でしょ、はいはい、マイクロソフト正解です。いやさすが、そうか、そうやわな。その頃はちょっとわからんわ。5334億ドルです。恐ろしいな。はい、どうせまだあれだから、じゃあ1取っといてみるか、これ、うん、ね、1を取りますか、うん、そう、そしたら邪魔できるっていうだけでね。そうですね、うん、で取られないもんね。そう、取られない。あ、そうか、うん、商品に関する問題です。2008年のリーマンショックで株価は大暴落しました、うん、がこの時に今上昇したのが金ですね、うん、でもその他にもですね、まあ、高値を更新していた商品がありまして、2008年7月に最高値をつけた商品があります、うん、それは何。プラチナ白金、プロミク、はい、白金調べておきます、はい。あ、ダメだ、これしてると2008年7月に最高値の金をつけたのは、僕1回休み、山中さん、原油、正解です。ほらね、そうですね、原油が 145.31 セント。そうだ、僕その時に、あ、そうなんです、あの一晩で600万損したの。あ、それは言ってはった時です、うん、あ、寝られなかった時、寝られなかった時。そこだったんですね。最高値をつける前で、はいはい、要は6月7月ぐらいの時に。原油の価格はって言われたら答える。そうそう、ガソリンも上がってたので、でも答えられる。まあまあそうだね、高かったですもんね。忘れようとしてたら事件だもん。じゃあ6番難しい問題が僕にはそんなに優しくはないと思うよね。そうですよ、今のところほぼ今も全員答えてきてますよね。一瞬どうって言いかけたもん。いやあれもうちょっとあったやろ。そうです、北京オリンピックやったから、まあ、これちょっと難しい。じゃあ行きます、6番、はい、株式に関する問題です。はい、2021年6月7日、まあ、昨日ですね。2021年、はい、昨日6月、はい、まあ、昨日の、まあ、日米を上場企業、まあ、グローバルの上場企業の時価総額が最大の企業はアップルですが、え、第3位はどこ。第3位、あれあれ、サウジアラコン。正解です。サウジアラコン、すごいね。大体200兆手前ぐらい。あれ、ここもなんかこんぐらい。確かにサウジはちょっとでも想像の範囲が全然。ちょっと出すとこうですね。はいはいはい。アップル、マイクロソフト、そのガはほとんどガハムなんですね。そうですね。これはすごいですね。これ詐欺だもん、これ詐欺。よくわかんない。アップル、マイクロソフト、グーグルっていうイメージしかなかった。ガハムの中で。確かにそこに突っ。これが引っ掛けもある。まさかこれはないしなと思って。そうですね。テスラ。まさにやっぱここ早くやってテスラって言ったらな感じ。テスラのおかげで迷惑してるんで。そうなんですか。ビートボタン押しましたもんね。これは11なんか言ったらやられるから。結構取れるとこいっぱいあります、ね。20にしとこう。20。そうやね。ヒロピーさん、はい、幅広くといける。はい、20。あ、そっかそっか、有利なんだ。うん。20にしとこう。皆さんの声が聞きたい。いや、出してるよ、声は。正解してないだけで、声は出してるよ。じゃあ、次は皆さんにいけるやつだと思います。うん、まあ、FX 仮想通貨に関する問題です。イングランド銀行を潰した男として知られる男はジョージ・ソロスですが、その右腕であり、ビットコインへの投資も行っている著名投資家は誰。えドラッケンミラー。正解。ああ、そうか。はい、独走じゃないですか。独走。社長、社長、すごい。社長、さすが。2番。2。ああ、3に行きます。20。でこれじゃあちょっと2じゃない2にしよう。2にします。これじゃあ独走しちゃう。独走しちゃう。
はい、次いきます。はい、今何問目ですか。知らんわ。中井くんも答えられましたよ。これはい。はい。今この問題がでしょ。この問題が。十問目。違う。はい。九問目。九問目ですね。あ、そうか。一番最初のってあれ一番目じゃなかったんだっけ。一番目だっけ。九問目ですけど。問題言うと九問目。九問目か。はい。やっと正解。為替関係ある。しかもこれ問題になったんだ。問題です。俺問題だって分からなかった。はい、馬さんはどれでしょう。そうですね、9いけます。9はいけます。はい、次9いけます。9次17を取るんで、はいはいはい、9か17が一番賢そう。でこう裏返すってことですね。そうです、はいはい、でも9ってさ、例えばさ、ヒロピー5位だから取られちゃうんだ。取られますね。死んじゃいます。そうだよね。じゃあ14ぐらい。あ、でもいいっすよ、9でいいっすよ。9問目でした。9問目でしたし、あ、9、そうだね、そうそう、いいじゃないね、うん、はい、はいはい、次行きます。トシカのお話です。はい。金融危機の時に世紀の空売りを行い、史上最大のボロ儲けという本の主役にもなっているヘッジファンドマネージャーは誰。あ、やばい、ここまで出てきて出てこない、著名人系わからん、はいはい、え、それあれ、リーマンショックのやつ。はい、そうだよ。僕ね、映画の題名はわかるんだよね。あ、あれですよね。ヒント、ね、わかるんですよね。さっき喋ったやつです。わかった。あ、ヒロピさん。マイケル・バーリー。違います。え、違うの。史上最大のボロ儲けですね。映画はこの前さっき喋ってたやつじゃない。あ、わかった。映画じゃない、映画じゃない、わかった。ヒントを15分経ったの出しますと、債券、ポールソン&カンパ。答えない。答えられる人がいない。あれなんだっけ、何を答えるんだっけ。人物。人物だよね。終了になります。お、初めて答えるのか。ジョン・ポールソンですね。はい、そうっす。はい、そのままや。本、そうだ、ポールソン。その時のヘッジファンドファーチューが3000億だ。あの本でしょ。あの、なんか札束の上にこうやって乗って座ってやってる人。ね、僕の好きな話ですね。はい、はい、じゃあ。そう。いや、でも絶対出てきてジョン・ポールソン。今度、相場の歴史に関する問題です。なんだよ、マネーショートの方でマイケル・バリー出てきた。それは違う。マネーショートで映画の方ね。そう、はい。1634年からオランダだけではなく、ドイツやイギリスにまで広まった、バブル的な相場で取引されたチューリップがありますが、この相場は何年続いたでしょうか。ピポン。2年。え、数ヶ月まで行った方がいいの。何年でも大丈夫ですが、2年ではありません。え、嘘。ね、はい、はい、山田さん。11年。違います。違うか。僕も答えれる。はい。はい、3年続いたので。3年ですね。3年。はい。で、2年6ヶ月って俺言おうとした。あ、なるほど、なるほど。合ってんじゃない。そうですね。1634年外から1637年の2月3日。うん。俺多分2年6ヶ月合ってるかもしれない。うん、どこ覚えてんの。いや、本当に無調なのですごいなと思う。そう、まあでもね、スタートとで、いや、本に書いてある内容を、スタート取るのはちょっとずれると思うんです。スタートは、そう、2年6ヶ月だったらそうですね、正解になりました。はい、じゃあどこを取りましょう。おやばい、止まらない。5 絶対そうですね。まあ、そうなっちゃうよね、これ、ね、5ですよね、うん、絶対そうなると思った。いや、まだまだ分かりません、ね、まだ分かりません、まだ半分に行って、ね、いや、分かるけど。はい、じゃあ次は全く分からない。お答えくださいという問題です。はい、トレーダーなら答えられます。ところで、よっ、公平に真ん中にします。このチャートは上がりますか、下がりますか。知るかよ。どういうことこれ何。さあ、よく観察してください。え、まあ、じゃあもう、まあ、普通にじゃあこれでもこれだけ見たってさ、はい、分かんない。あ、分かった。はい、馬さんが先ですね。上がるんでしょ。違います。え、なんで。あ、これあれか、はい、あ、これ、トルコ円で大暴落の。はい、そうです。そうか、そうか、トルコリラですね。トルコリラ騙された。20円っていうところ見るとあの時のトルコやと、はいはいはい、分かるはずです。なるほど、そういうやつです。いや、分からなかったわ。チャートだけの問題かと思いきやヒントがありました。はいはい、なるほどなるほど。めっちゃ上がるって言いそうだった。テクニカル分析しちゃった。普通に普通にこの後上がっていったっていう。めっちゃトルコがあるんです。なるほどなるほど。はい、じゃあどこを取りますか。そういう問題。17番。
あ、色変わってない。9番。9番。9番が、そうですね、こうですね。そうそうそう。仮想通貨に関する問題ですね。ああ、それは無理よね。はい。2000年は、ちょっと僕が有利になっちゃうな、仮想通貨。半年間有利に上がってきたところですが、直近暴落しております。はい。本当だよ。そうなんです。今日時点のビットコインの時価総額はいくらでしょうか。さっき見たやん。未来でお答えください。じゃあ僕黙ってよ。さっき出てました。708万円の時に100兆か120兆だったから、それを逆算すれば。じゃあちょっと、はい、45兆円。違う。はい、ではひろぴーさん答えをどうぞ。67兆。そうですね、正解ですね。はい、はい。分からんな、これは。これは難しい。じゃあ21。でも、さっき出てたやつなんで追加しました。皆さん答えを見てるやつ。20?21。いや、もう出来高にして俺注目してなかった。今日の出来だがイーサリアムと並んできたよっていうその話やったらいけたんですよ、ね、半分来ましたね。仮想通貨もやめよう、はい、入ってるやつそこありますが、FX のお話です、はい。FX が普及したのはおよそ20年ほど前ですね、うん、金融ビッグバンバンが橋本総理がやったのがきっかけでした、うん、最初に FX のサービスを立ち上げて、うん、現在でも運営している FX の社はどこ、はい、どっちだな書いてるの山中さん。ひまわり証券。ああ、そうそうそう。ああ、ひまわり証券。そうですね。後に FX の費用を制定したもんせやもんな。うん。そうですね。それはさすがに答えられた俺も。じゃあ3番。3番。挟みました。答えは複数あります、次も。はい。株の問題ですね。2020年に新型コロナによる巣ごもり需要が発生したり、いろいろあって株もすごく上がりました。うん。株価が安値から5倍以上になった企業をお答えください。いっぱいあるやん。いっぱいあります。複数あるので、どれか答えれたら大丈夫です。そういうことね。早押しですね。でも5倍か、5倍以上。5倍以上。ちょっと難しいね。はい。はい。あ、でも。皆さん。ラ、テスラ。テスラ正解です。あ、アメ株でもいいの？アメ株でもない、ネットフリックスだったら、日本株だったらベーン。せやけど、これみんな答えたら、全員正解だ、どうなるんですか？早押しです。12で。12番が取ります。まあ、いいです。今さ、答えて22取れ。そうそうそう。そうなったら、ベロンベロンベロンで変わっていく。全部変わっていく。続いても FX ですね。はい、まあ、日本の FX の取引高が世界一とされていますが、うん、一番取引量の多い国内業者はどこ？はい。バシだな。ひろぴさんですね。GMO。GMO 世界です。まあ大体月間100兆ぐらいありますね。いや、すごいよな。はい。ここでしょう。ほぼほぼ勝利が見えてきた。じゃあ、14兆取ってしまうのか。じゃあ、14。14。14を行きました。余裕というところですね。これでちょっとまさにチャンス。まさにチャンス何でした。はい。それが命取りになるかもしれない。命取りになるかもしれません。続きましても FX の問題です。皆さん言うんですね。はい。国内 FX の売買代金トップは GMO クリック証券でした。うん、が、口座数が一番多い FX 会社は皆さんですね。はい、確かに。SBI。違います。違ったか。じゃあ、山中さん。ガイタメドットコム。違います。あ、違う。あら、あら、いいんですか？ちょっと待った。一番口座数が多いとこ。はい。でしょ？じゃあもう。あれですよね。あれですか？僕もあれ、あれ。今僕はゆっくり答え、あと何秒？あ、次、マサも答えられます。あ、そっか。はい。はい、じゃあもう楽天。違います。違うの？ということは DMM。DMM。え、DMM なんだ。はい。マジか。これは知らんかった。いやー。これはもしかして。チャンスが命取りになる。15。GMO は72万ですね。うん、DMMFX 80万。口座数だけはということですね。そうですね。で、まあ YJ が、GMO が YJ を買って、で、完全に買収が終わったら GMO になる。なるほど。はい、ああ、そうかそうかそうか。そういえば買収だったね。ところで DMMFX です。
ですね。買収したらズバ抜けてですね。あ、それを抜きたかったから買収したのか。ズバ抜いて、ゆっくり回りました。逆転がいくのか。いや、無理でしょ。逆転は無理でしょ。長いな、これ。全部埋まるまで。あと何万？9万あるじゃん。まだまだあります。長いな、おい。はい。続きまして、まあ、金融の問題ですね。2020年、新型コロナに世界中が大規模な金融緩和を行いました。うん、金融緩和を中央銀行が行った総額はいくら？2020年でいいの？2020年。総額か。はい、あ、やべ。中央銀行が、はい、財政出動も入れていいの？中央銀行ですね。え、嘘？マジで？いや、でも答え。ドルベースで12兆ドル。いや、違います。これ難しいな。これは僕はいろんなところに書かれてあることを見てやってるんで。あ、そう、はい、微妙な誤差。今12兆ドルがバツだった。そんなにでかくないんじゃないかな。じゃあ、はい、どうぞ。何ですか、それは。じゃあ、なぜかの譲り合いが。じゃあ、はい。1兆ドル。違います。あ、違う。はい。僕は4兆ドル。違います。あ、じゃあ、すみません。11兆ドル。ああ、違います。違う。どういうこと？はい、はい、10兆ドル。正解です。そうです。カウントダウン方式。10兆ドルじゃん。こっちではない。23で斜め取っといた方がいい。ああ、なるほどね。23良さそうですね。23にしてます。巻き上げてきました。次はまた皆さん得意な FX の話です。2012年の夏に欧州ソブリン危機が再燃しました。2012年。はい。当時 ECB のマリオ・ドラギ総裁が、金融市場の動揺を鎮めるために言った一言は何でしょう。え、ドラギだっけ、その年。トルシエじゃなかったっけ。まさに。私は欧州の正義である。違います。じゃあ、はい。山中さん。いくらでも債券を買う。ああ、これは正解なのかな。どういうこと。うん。ああ、わかった。いくらの債券か、いや微妙なんでしょ。いくらでもマイナス金利にしちゃうよって。あ、違うか。違います。いくらでも政策内容ではない方ですね。政策内容ではない方。まあ、あの人過激やったからな。え、もうあれでしょ、ドラギさんがポッと言った言葉でしょ。ポロッと言った言葉で相場が急反発しました。急反発した。2012か。難しいな。じゃあこれは終了ということになりますね。はいはい、あれじゃない、無制限介入するって言ったんじゃない。それも言いましたけど、タイミングとしては先に出た言ったのはユーロを救うためなら何でもする。ああ、そうそう、だからそれで私はなんかブルームバーグに変えとったわ。私はなんか救世主みたいなこと言ったよね。はい、そうですね、うん、そうですね。それが言いたかった、正義じゃない、ね。あ、そうですね。なのですごいなんか惜しかったんですよ。そうそうそう、だからそれを覚えててんけど。勇者になるって。そう、なんかね、そうそう、大丈夫。私はスーパーマリオだみたいなこと言ったよ。はい。さすがですね、順調に皆さん。結構でもあれだね、意外と正確なことって覚えてないもんね。うん、これね。まあそうですね。結構ドル円の安値は皆さん答えられるかなと思って。いや、7は覚えてたけど、70円台は。あとまた FX の問題ですね。はい。です、大規模な量的緩和を行った第14代 FRB 議長であるベン・バーナンキ氏は、デフレ克服のために、大量にお札を刷ったりしました。そんな彼が、異名は何でしょう。ピンポーン。さん、ヘリコプターベン。正解です。超簡単ですね。ヘリコプター。10番。巻き返すのか。10番を取りました。10番。15を取ってきました。あ、やばい。それはね、やばいよね。11取ったら取られたら、番組的に面白い流れになって、これ取られたら取り返した。えらいことになるわ。次はちょっと難しいですよ。2016年に当選して株式市場を大きく上昇されたトランプ大統領ですが、
実際にコロナ期を除く、在任期間、まあ、最初の 1,2,3 年ですね、うん、この間の年平均成長率はいくらだったでしょうか。 0.3% 以内でお答えください。アメリカのだよね、はい、GDP。 あピポン。ねちょっとむずいな。株価じゃなくて成長率ね。GDP の成長率ね、年率換算ね、はい、はあ、3.6% 違います。ああ違うの。じゃあはい、2.5% 正解です。ちょっと続き、ドンピシャや、ドンピシャ、怖い、ドンピシャ。ヒロピー戦略を阻止するために22番だね。22番をいきます。一気に3つ増えますね。うわー、えらいこっちゃ。おお、山田さん縦に、うん、でもそうすると緑も結構まだ残るよ。じゃあ次はもう株の問題になります。はい、日経平均株価を月ごとの騰落率で比較してみると、上昇が多かった月と少なかった月、まあ、当然差があります、うん、過去最も、まあ、戦後ですね、最も上昇した回数が多かったのは何月でしょうか。え、ああ、うん、先答えない方がよかったそう、さあどうなるのか、どうぞ。4月。違います。ほらな。おそらく11月。違います。違うの。じゃあはい、1月。正解です。山中さんが逆転をしている。年末方向かな。意外と3月か4月でもなく1月なの。1月、ね。1月なんやね。年始。年始。ここ最近はもうなんか下がるよ、ね。うん、ですよね、うん。まず先に24番。まず24から、ね。確実に先を見据えて攻めてくる。岩さんの色が消えちゃいます。まだなんとか。まだ要3つもあるわ。23問目になりますね。はい、別問題見て25、株式の問題です、うん。日経平均株価の連続上昇日数は何日でしょうか。ああ、俺それ知らん。連続上昇日数、はい、さあ先に答えた人が言うのを日数、ヒロピーさん陽線ってことですよね。7日違います。ああ、違うんだ。連続陽線って冷やしで陽線ってことですね。はい、わかった。今さん11日。違います。いや、そんな少なくないと思うよ。え、マジですか。9日。違います。違うの。あ、もうダメだ。じゃあ、はい、はい、16日。正解です。そんなにあるんですか。2017年の10月2日から10月26日にかけて16日上昇しました。すごいね。しかもその16、しかも10日っていうのは相当多いの。うん、実は。あ、そうなんですか。じゃあ15だったか16だったかなと思って今。確実に柔らかい。これはもう来ました。となるともう何番でしょう。これは4番ですね。4番ですよ。赤が消えていく。いやいや。緑もなくなるよ。緑もなくなる。あ、緑も2つ消えた。ここに来て。緑もまだ1個残ってる。真ん中ですよ。真ん中取ってますよ。真ん中はこれなかなか潰せないじゃんね。さあ、ヒロピさんは足を固めてますが、どうします。ですね。さあ、続きまして、FX の問題ですね。はい。はい、あと4問は。これは僕の好きな問題ですね。元ニュージーランドの首相で、メルリンチの外国為替部長でもあった人、メルリンチ、2001年に500人を解雇したことで微笑みの暗殺者とも呼ばれたことのある人物は誰。ああ、もうもうないな、分からんわ。あ、分かった。ヒロミさん、キー首相。正解です。ジョン・キーですね。そう、ジョン・キー。さあ、社長が意地を見せる。11番。一気に逆転しますね。前職はって言われても俺メルリンチの部長って言えた。それすごいですね。一気に変わります。懐かしいね。やばい、緑がなくなった。えらいこっちゃ。そうですね、家族との時間を大事にしたいって言ってもらいましたね。はい、続きましても FX の要人のお話です、うん、なんか要人系に要人系です。カナダの銀行、中央銀行の総裁で、イングランド中央銀行の総裁でもある。
って、で金融安定で カーニー総裁正解です。いやさでカーニー総裁ですがって言うから。うん、そうにもいきますね。じゃあどこ取りますか。もうあと3問。まあ、じゃあ18かね。まあ18じゃないかな。18を取ります。色変えられるっていう。8取っても18と一緒か。うん、どっちかだね。18。末広がりだけ取りたいな、俺。ヒロピーさんが1点リード。おお、ね、おお、これはちょっとあれやな。僕あんまり。あれせんど。こう、まさとシュッてそう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 8と16と嫌がらせじゃないですか。いいです。次は株式もう諦めてるんですね。4択あります。どれか言えば回答できます。2000年以降に日経平均株価の構成銘柄に採用された企業で、東証に上場してから日経225に採用されるまで期間が最も短い企業は次のうち、え、最も短い、A、NTT ドコモ、はい、B、日本郵政、C、第一、馬さん、いや、ドコモじゃないですか。ドコモではありません。あ、ちゃうんですか。C、第一生命ホールディングス、D、リクリルートホールディングス。いや、どこも早かった。第一生命。第一生命正解です。やっぱり。362日後に採用されました。うん、非常にこれは際どい、ね、うん。僕ずっと持ってた、第一生命。さあ、ここで山田さんが逆転に向かう。どっちを取りますか。これはもう8番ですね。8ですね。8番を取った。キャー、さあ、これでまくって、これで、ね、これでどうなるのかな。次僕が答えて16と横が変わる、ね、16、17、18取っちゃったらまた1点リード、同点同点はない、同点はないでしょ、奇数だから、はい、あ、次は取った方が勝つというところになりますね。では経済政策に関する問題いきます。2021年中に、テーパリングが予定される可能性があると今言われてますが、現在債券に購入されている金額は月額いくらでしょうか。どこアメリカです。もう忘れたよ。またドル。カナダなら知ってるけど。米国債 MBS を毎月せっせと購入しております。金額？金額。およそやね。どれぐらいなんでしょう。いや、すっげえ金額です。どうもすごいんでしょうね。だから僕が間違うといたいのかな。もう QE3 の日になんない。はい。1500億ドル。違います。あながち遠かったりして。はい。ひろみさん。1200億ドル。正解です。割と近かった。ちょうど1200億ドル。米国債が800億ドル。MBS。そんな離れてなかった、ね、そうそう、めちゃくちゃ大きい日が、ね、めちゃくちゃ大きいぐらいしか記憶なかったね。最後に社長がマークに行きましたと。16しかない。で、山中さんが12点、はい、ヨピさんが13点で1点リードになりました。おお、というところで、ね、先生やったね。お疲れ様でした。なかなか難しいんじゃないか、この問題。難しい。でも、本当に全然分からなかった。30問いくまでにちゃんと皆さん答えられました。いや、全然難しい。一応最後の問題を言っておきますと、はい、世界最大の運用資産を誇り、はい、全能の神と呼ばれるのはブラックロックです、はい、では運用資産2番手の運用会社はどこでしょう。フィデリティ。違います。え、違うの。ゴール。違います。インベスコ。違います。違うだ。え、運用会社。運用会社。運用会社2番手。ゴールドマンサックスじゃない。いや、全然違う。全然違う。じゃあピムコ。違います。あ、違うんだ。え、フィデリ、ブラックロックじゃなくて、ブラックロックじゃなくてって言うと、僕もフィデリティかなと思ったけど、ブラックロックは1位でしょ。フィデリ、うん、そうですね。あ、1位ですよ。あれ、なんとかストーン。 GPIF。 違います。2位は結構入れ替わったりしますね。あ、そう。え、ちょっと待って、あの、絶対皆さんご存知です。まあ、それは知ってるだろうな。ヒントは、まあ、ETF ですね。ビオガシの ETF。 バンガードかな。いやいや、正解です。え、バンガードなの。バンガードですね。バンガード2位なんだ今。では、はい、すごいね。7兆1000億円。全然そんなに、もう論外思ってた。え、バンガードそんな来てんだ今。え、じゃあバンガードのビットコイン ETF を、これどこで。じゃあこれ、まさに優勝でいいですか。最後は25円だけど。ここだけつけといていいですか。バンガードそんな成長したんだ。昔4番ぐらいじゃなかった。
でもやっぱりそれ流行できてるんでしょうね。そんなに上の方ではなかったと思うんですけど、中堅だよ、どっちかというと。山中さんの時代からしたら全然中堅じゃないですか、考えて。中堅どころか、はい、逆にあの中堅にまあどうなんだろうでぐらいじゃなかったかな、バンガードなんて。ですよね、やっぱり人気なんですね、今。いやでもここ数年であのアメリカ側の、ね、あの辺が上がってくれたおかげで、バンガード結構多分最近になって聞く気がする。うす、ね、僕もだって、僕ですらバンガードエッグですよ。僕も4つ、5つは持ってます。バンガードね、はい、バンガード積み立ててます、ね。2位まで来てたんだ、バンガード VTI。 いやでも要人の名前なんて全然出てこないね。いや俺はノボトニーとか来ないかなと思って。いいですね。随分それはマニアックな。そうですね、ポーランドチューニング、うん、いやいや全然なぜかめっちゃあいつの発言で動く。2000年代2012年から16年の間にやたらと要人発言で出てくる。でもやっぱり皆さんあれですよね、本を読んでやらしてあるからね。まあね、うん、全然読まないですから。ということで、まあ、4問しか答えられなかった中井さんとはやっぱり皆さん違いますから。いや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 、まあ、よく証明された。僕は中井さんより下やったんじゃない。そんなことないですよ、皆さんもっと言ってます。第9問も当たっちゃうし。はい、はい、というところで、まあ、投資家なら答えられるクイズはやっぱり皆さん答えられたと。いやいやいや、ので社長が何とか以上、はい、はい、僕何も当たったですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。